そうですね、完全に遊んでます、ね。1位が、立教大学のプラス27、約プラス27、詳細は後でまた確認します、はい。で、2位が、関西大学のプラス 15.5 ぐらい、ぐらい。3位が関学のプラマイ0ぐらい、ぐらい。で、4位が、大阪大学のマイナス 15.7、これは確定ですね。あ、これは確定です。で、現在敗退筆頭候補が平工事プロの京都大学マイナス 32.1 ぐらい。役工事プロね、ここラスだときついですね。そうですね、ここラスやったら、うん、来月ちょっと大トップ状態、大トップですね。そうですね、あと2半茶しか打てないんで、京大もう半大も半大もですね、あと2半茶。まあ多分そのトータルというより多分その直接対決の時のプラマイが重なると思うの で、今回と次回が次回ですよね、はい、直対してるんで多分サーチ締まるところの方を解説した方がいいですよね、ポイントだったら。まあ馬が42なんで、うん、トップラスで24変わるってことですね。だから馬と馬丘がないんですよ、あの2万3万点持ちの3万点返しなんで。なんでこれは素点が大事ですね。だから役王子プロは素点を作ってさらに連帯したいなってとこですね。やっぱあの3着以下だとどうしても素点もないと思うんで、4万点欲しいですよね。そうですね、4万点2着かつ半台をできれば沈めたいなってとこですね。特待条件になっちゃいますもんね、うん、最後が。なんだかんだで役王子プロはやれるでしょう、うん。本日ラスハンチャが始まります。キーチャガイト仏教大学ですか。キーチャ仏教大学、うん、まだカメラ切り替わってないですね、はい。で、京都大学で、関学で、あ、で、反対ですか。なんか磁石の磁石がなんかどっか行きましたね、これ。あれ違いますか。あのあとシャーチャとペイチャのやつが反対が磁石ないんで、多分磁石どっか行きましたね。あれあ、ありましたね。ちょっと映ってないだけですね、うん、カメラ的に見つかってる。そうですね、今ちょっと磁石の位置確認入りましたね。あ、いや、ペーペー反対が道右につけちゃってるんだ。はい、では対局の方開始してください。はい、はい、じゃあ南さんお願いします。はい、ちいちゃから仏教大学、京都大学、はい、そうですね、で、どっちだ、仏教だといいですね、はい、やばい、大学、関西学院大学、大阪大学です。ドラは嘘です。ぱ、はい、っと見はどこも普通ですか。仏教大学が、そうですね、今回特に早そうな人もいないんで結構長引きそうですね。どこもターツはありそうなんですけど、うん、メンツがちょっとどうなのかってところですね。まあドラ嘘1枚持ってる形、多少早いかなって、二差し含みでもあるんで。ただ半台、足立くんが拍仕掛けてリアンシャンテン。あ、もう半台の足立くんは最低でも京都大学の上に行けば、そうですね、ここで京大とトップラスとか決められてしまうとやばいんで、来月ちょっと厳しくなりますもんね。足立くん曲げすぎでしょあれ、ハイヤマ。そうですね、ナチュラル煽り、うん、気づかい、あれ自分捨てるとこ少なくなってググってなる。いや、てかあのあれ結構取りづらいんですよ、うん、最後、うん、すいません、山はねちょっと前に出すだけでいいんですよ、はい、うん、感覚が仕掛けやすくなりましたね、うん、あ、反対も、そうですね、これでいいシャンテン、うん、ただこれソースの本一とぶつかりそうなんで感知数を早めにさばきたいですね。そうですね、さばきたいって言ってもどうにもできないんですけど、すが ピンズにくっついたら86って払うと思うんですけどね。これでまあとりあえずもうリアンワンか、3色に取らないんですね。うーん、どうなんでしょうね、チーソー打ちでいいなって思いましたけどね、チーソー打ちでまあそうですね、そうですね、まあ、チーソー打って、まあ、ドラ重ねるかもしれないですしね、仏教が一品ないってトンと初のダブルバックですか、はい、そうですね、トン初ダブルバック、まあ、トンは出ないと思うんで、そうですね、トンはもう出る形じゃないですからね、トンがもちもちなんで、ああ出ないですね、うん、だからアンケート、まあこれでソーズさばくのもありですけど、まあもうテンパイなんでね、テンパイ感じちゃったと思うんです、ね、テンパイで下茶が、あ、下茶泣いたのは一品でしたっけ、じゃあ関係ないですね、もうテンパイなんでもうあのままずっと行くんじゃないですか。これ OK 押していいですか。質問事項と回答で今初出ましたね、はい、で発想とか、まあ発想がいいんじゃないですか、ね、発想か、まあ、ドラを使い切りたいならいいそうかなって感じですけど、
まあもう泣きの方を見ましたかね。クッソも泣きやすくなりましたし、あ、まあ急ぎても急須は泣けますよ。はい、そうなんですかね。はい、大体移動が入りました。テンパ入りましたね、一層。1ドラ1のテンパ入りました。いけます？いけます、いけます。そうですね、一層。町はドラ表自敗に1枚と2、手敗に2枚、残り5枚ですかね。結構あるな。押し返せるのは仏教押し返しますかね、これは。どうでしょうね。ただ犯罪が、まあ、どこまでいくか。まあ犯罪はかなりいっていいんじゃないですか。ただ現物筋がかかってる E1 があるんで、まあ、いざとなったら E1 で逃げることもできるんでね。多少の筋ぐらい押して無筋引いたら数万 E1 って来て撤退するんじゃないですか。やっぱり両面なら押しやすくてもね、カンチャンなんで、しかも先手で。アンケートは？あと、まあ最後のですか？今なんか薬王子薬王子プロは今回何着でしょうかっていうアンケート。はい。トップがないっていうのもいいですけどね。あ、おりましたよな。勝負かけの薬王子プロ。飛び出すになっちゃったらもうだいぶしんどいですけどね。そうですね、だいたい飛び出すが一番多い。今日はアリアンスソクソトンなんでも気になんですけど、まあもう惜しく、数装引きはともかく、ね、リアン装引きでドラ切るかって言われたら結構微妙な話だと思うんで、ミクストトンがやっぱ使われているっていうのもやっぱり。そうですね、もうあれは結構死に手ですね。あとはもうこの感覚が積もるか、まあ、イセソがまだ結構残ってるんで、流局か感覚の上がりかっていうところですね。ウーピー引きました。はい、まあ言わん打つんじゃないですか。もしかしてリアンさんは押し考えてますか。もう押しじゃないんじゃないですか、現物なんで。で、言わんも言わんも1枚切れで筋かかってるんで、まあ短期に当たるしかないんでね。で、今ローソンも取ってるんで、結構自然とテンパイ復活するかもしれないですね。ちなみにこのイスソは、このイスソ残り4枚ぐらいかな。さっきの時点で5枚あったんで、はい、現物のリアンピン打ってサブロピンで復活してましたね。これでサブロピンありますよ。ちょっとワンパイ先生が仕事するかどうか。すごれ。ただこれ、あ、このドラを打てないんで、もう、ま、あのマンズ切ってやめるんじゃないですか。一応中筋かかってはいないね。ギリギリかかってないですね。まあ E1 打つんじゃないですか。パッソンはリーチ直前に取ってるんですけどね。だとダメですね。一層引かないですね。引けないですね。まだ一層山さん、うん、この順目で山さんだとね、結構抽選は高いんですけど、はい、残り9トンなので27分の3、9分の1なんで結構いいですね。はい、積もるか。でもこれでどんどん確率上がってきますよ。他のとこに行かなければね。開きました。1枚吸収して、これ何切るんですか。多分手詰まりですね、これ。位相は切らないじゃないですか。位相切るならトンの取り相とした方がいいですね。報酬率が全然違うんで。あ、筋で酸素、そうですね、筋の酸素も全然いいですね。効かな、はい、うん、もう足立くんやるね。あー、なんか危険牌を引きましたかね。そうですね。あ、これで完全に手詰まりですね。あ、押しました。あ、取ってますか。取った。今、足立くんに当たるかどうかだけ考えてたんでしょうね。全員よかったですね、最後変な牌引かなくて。じゃあ足立くん、大阪大学と、感覚が、やっぱね、テンポプレイヤーはこういう粘りがうまいんですよね。やっぱ安直に降りるってことをそんなにしないんで。できました。じゃあちょっと言ってください。予想の予想値が、ほんまや、はい。はい、はい、読み上げてください。じゃあ、みなみさんお願いします。じゃあ、アンケート取ります。勝負がけの兄弟薬王子プロ、今回の予選着順は予想です。はい、予想
予想着順です、はい、選択肢1、はい、1着、2、2着、3、3着、4、ラス、5、飛びラス、はい、多分我々どこ選びましょう、はい、僕はなんかすごいなコメントしづらい3着とか取りそうな気がするんですよね。あえて3着いきますか、まあ、5じゃないですか。いや、飛ばないでしょ。下ラスは相当やばいですよ。じゃあ南さんに決めてもらいましょうか。もらいましょう。どれでもいいけど、どれでもいいはやめてあげてください。まあ、オッズはね、そうですね、2着が多分一番高いですね。2着 1.5 倍とかになりそうですよ。トビラスはじゃあ南さん、はい、せっかくだから選んでいただいても。トビラスはそんな、でも私そんな役割さんはね、手滑っちゃってもいいですよ。いいですよ、手滑った、手滑った、手滑った。トビラスいっちゃいました。トビラス選択しました。我々、私1着だと思ったんですけど、ね、手が滑っちゃいましたね。滑っちゃいました、ちょっと、はい、手滑ったなら兄弟のっていいですよ。やっぱね、はい、やっぱ手滑ったならしょうがないとこありますからね。ヤコシプロ、レアンシャンテン、両系レアンシャンテンですね。だここもいいシャンテンなんですよね。ちょっと形は良くないんですけど、ドラが数万かな。あ、これでいいシャンテンで、リャンメンのいいシャンテン。あ、じゃあアンケートの結果見ましょうか。見ましょうか。どうですかね。まあ、サクッと。皆さんどう選んだのか。トップ何パーセントなんですかこれ。ヤコシさん舐められてないですよ。トップとラスがもう 10% しかないというのもなかなかきついですけど、結果として。一番はやっぱトビラス。トビラスで次2着、3着。この結果はちょっと。3割飛ぶんすね。3割ラスですね。4割ラスって3割飛ぶんすね。トップとラスはどっちと。ギリトップです。ギリ 1.5% トップなんだかんだで薬王子はできる男なんで大丈夫です。視聴者の薬王子君の着順予想今現在薬王子さんに、ここからチーズを切りましたね薬王子プロ。ダブトンの仕掛けってヘッドレスに取るんですかね。3着トップラスというまあ、ヘッドレスではないですけどね、ローソンアンパなんで。まあ、トンポンすぐに今酸素切った場合になるんですけど、これ嘘切りますよね、トンポンス。茶素切ってるので、どうなんでしょうか。まあ別にヘッドレスっていうのは問題じゃなくて、だから泣ける手にするか、トンを泣ける手にするかどうかって問題だと思うんですけど、ちょっとこれ後で聞いてみましょう。これ僕わかんないんで、さすがにトンでいいと思うんですよね、これ。こうなったら、まあいや、さっきチーズを切ってるんで、多分もうなんかトーンを残してる理由があるんでしょうけど、ダブトンぐらい。ただね、ダブトン内定2900じゃないですか、はい、でメンタンで残給じゃないですか、はい、どうなのって思うんですけどね。確かに、しかもトーン倍1ですからね。でもこんなアンケート出されちゃったんでちょっと心が揺れちゃったのかもしれない。いや、こんな程度で揺れる男じゃないでしょう。ずぶといんですか、それは。いや、これで揺れてるのは弱すぎですよ。豆腐メンタル。僕はこの間優勝予想 8% でしたからね、アンケート。そうだったね。はい。優勝しました？ 2 着でした。高飯頃のいいシャンテンの感覚が結構きましたね。これ多分ね、本人もちょっとやったと思ってると思うんですよね。さすがにちょっと疑問種っぽいんで。果てないですよ。あれは、はい、あれは何ですかね。レアンウーピンのメン、はい、リーチのみですね。2000点ですか。レアンピン、枚数1、2、3、4、5。そうなんですよね。残り山に3枚ですね。手配に5枚あると思うんで。で、感覚が倍1のトーンを掴んで、ダブトーンなんで打てず。打ちますか。ただこのウーピン浮かしてるのちょっとまずかったですね。これテンパイしたらウーピン飛んでくんで。ペーション倍1ですね。どうですかね。ドラ1の三色含みのメンピンなんで、あ、メンピンピンフはないのか。おあ、誰かのパクってる。あれはね、そう、なんかあれ T さんの
やつじゃないですか。パクってますね、ちょっと。ティーカラさんのやつですね。ちょっとね、ちょっと著作権ちょっと取らないといけない。4000名来ましたね。おー、すごい。4010で入ってるんで。4000杯入りましたね、ウッパーピン。ウッパーピンは残り少ないな、これ。残り2枚ですか。はい、ちなみに視聴者4000人突破です。すごい。うわ、4000は。ありがとうございます。嬉しいですけど、ちょっと僕立場的になんかもう失敗できないなってなって結構ビビってますね。いつも何人くらいでしたっけ。いつも1000人いかない。1000弱、うん。そうですね、今までウッピン飛んできましたね。積もらず積もれるって思ってるんですかね。今日宝積もれてないしな。一回も積もってないですよね。あれ何積もって言うんですか。あれは沖ヒカルさんの真似をしました。沖ヒカルさんこれあれやるんですか。はい、ちょっと本人にお会いしたとき言っときます。聞いてください、はい、関西にはこういう人がいますよって。はい、わかりました。イソは普通に危険牌ですね。まあテンパイしてるんで切ったんじゃないですか。んしてないか。いや仏教だったんですね。はい、仏教はまだ手詰まりですか。あ、でも貼りましたね、これ貼りましたね、これで。これヤウピン打つとこれツモジュンのエリーチはできるんですか。できます。できますか。できます。なんかしても良さそうですけどね、うん、あ、3万3万は3万と9万の比較でしょうけど、うん、うん、うん、ドラが数万なんでね、3万打ったら、そうですね、打つなら9万か、うん、まあ、もしくはリャンピン切ってって感じになるんですけど、ただチッパーの出が悪いんで3万の方が通しやすいって見たんですね。ね、4、5の出も悪くないですか。なんですか。ちょっと説明できないです。うん、うん、まあ分からないこともあるんで、それは後ほど聞いてみましょう。ダブトンはね、2歩ですね。2歩ですよね。2歩です。連風と1は2歩ですね。2ですね。兄弟ハイパーいいですね。もう見るからにいいですね。ドラがパーピンで2面通確定の、はい、うん、もう瞬つてに行くんですかね。そうですね。そして感覚も悪くない。感覚も2面通1ジャンとで1カナなんですか。まあ悪くないですね。そうですね、ちょっとテンパした時安いのがあれですけど、これはもう兄弟がすぐ張りそうですね。変3ピンでももうすぐ曲げるでしょう。これリャンワンなんですね。トンから打ちたいですよね。そうですね、トン重ねる方が嬉しいって思ったんでしょうね。3ワンつもりより、ね、3万入ってきたらペンチャン払って、カンチャン払ってペンチャン、ペンチャンですね、ペンチャン払ってという手もありますよね。トン来た方がいいかなって思うんですけどね。ちょっとこれも後で聞いておこう。ヤコウジさん、ちょっと今日トンを大事にしはる日なんですね。そうかもしれないですね。チェソとかは持った方がいいでしょうね、確認。そうですね、さすがに、うん、ピンと酸素のくっつきと見ましたね、感覚が。そうですね。あ、でもいいところ。でもなんだかんだでみんな大学愛があるからいいわ。あ、この形ね、これは連想切った方がいい。これ連想切った方がいいです。ドラがパーピン。一つ目が出たけど、まああまり一つにはならないですね、これ。リャンピンかイワンを切って。ですね、どっちか落として。うん、仏教が辛いですね。ちょっとでもちゃんと、まあ、7、8、9が上の3式泣いて本場と教託を取りに行く感じですかね。やっぱり、まあ、曲げるでしょう、うん、高めいい抵抗曲げます、枚数は残り1、3ピン2枚の、ローピンが3枚ですか、ラスト目ですね。枚数残り5枚ありますね。5枚、うん、まあ、積もるでしょう。どうですかね、これぐらいの順目の5枚だとね、なんか結構高めも十分ありますからね。あ、泣きました、うん、これ結構きつい泣きですね、泣いたけど1通目を残しての。ちょっと大バンバンしながら泣いてました。大パンしてました。はい。これ結構ヤクオジプロが攻めていくと思う。サブロピン飛んでいくか、飛ばない。うん、危ない、危ない、まあ、あ、ドラそのものか。まあそうですね、ペイの統一落としでまだ生きてますよ。だけですね。大パンはね、大パンは、皆さんは真似しないようにしてくださいね。ちょっと足立くんに後で可愛がりをしておくんで。はい、お、うん、そう、うん、これでもうサブローワン引いたらドラ切ってでもリーチ打つでしょう。はい、サブローワンを引かなければ、うん、ウッパーピンでリーチ打つって感じですかね。サブローピンの確率はまあまあ
ドロッピンまだ1枚も流れてないですからね。左手が良くて肺見えなくなるから、まあ兄弟が1枚3ピン持ってきただけですね。なるほどね。ハレヤコウジ、ハレヤコウジ、初めて南さんから応援コメント聞いた気がします。いつも兄弟の敵みたいな、ね、なんかもう山彦でした私。やばい、きついのかな。ああじゃあションパイ初の統一落とし、まあ、Q1抜いてもいい気しますけどね。 Q1 現物でしょう。ですね、ヤクオジさんの現物じゃないんで、ヤクオジさんがからリーチ来る前に切っておきたいですね。うそうですね、危険牌打つにもやっぱ順番があるん で、ね、後々やばくなりそうな牌から打つ。これどうする、ローマン打つか。うん、ローマン打ちたいですね。ローピン2行ってもいいですね。危ないけど。カンナナの受けがもういらないんで。ってなると、6キューピンの受けを残すか、サブローワンの受けを残すかの話なんですけど、もう9ピン2枚飛んでて、あ、3枚飛んでて、6キューピンが良くないんで、ならローピン切ってぶつけに行ってもいいですけどね。てかドラ間違ってないですか、そこ。合ってるか。合ってますよ。ただこれローピンは、ただこれローピンは補充です。ああ映像のドラが、ドラパピン、あれドラ合ってますね。合ってるか。あ、スーソーに見えた。降りましたね。降りましたね。うん。おっしゃしゃしゃ。ローピンいつも700-1300ですね。うん。リーチもピンフ700-1300の割になりました。本場強卓があるんで、あ、そうですね、十分な割ですね。1300は800-1400ですか。日本場、日本場ですね。日本じゃあ900-1500ですね。今回あんまり顔芸がないね。そうですね。いや、なこと言われてよ。今回チーム顔芸じゃないですからね。あるんですけど、ワイドワイド顔芸ではでも。いいじゃないですか、なんかキャラ付けした方がいいと思いますね。てか、なんか T シャツ持ってたやつはいつ出るんですか？ T シャツ？なんか今日仕込んでなかったですか？あ、ちょっとね、やろうかな。ちょっと鉢巻きみたいにして、ちょっとやろうかなと思ったんですけど、それすると顔がちょっと隠れるんで、ちょっとダメかな。あ、顔芸は、顔芸見せたかったんですね。顔芸見せるしかなかったかなと。ならしょうがないですね。なんで僕こんなこと言ってんねん、ツッコミはなしですか？いや、顔芸はしてった方がいいですよ。そうですね。うん、発信になりましょう、みんなで。で、親が関西学院大学になって、ドラが数ワンですか、これは。見えないですね。見えないですね。定価が1個死んだ。壊したんですか。容量いっぱいになった。なるほど。兄弟、ヤクオジプロ厳しいですね。もしかしたら僕の頭がちょっと当たったかなと。そんなにはしゃいでたんですか。はしゃっとはだいでたかもしれない。ドラが。で、感覚がファンファイン、ダブトン、ダブトンポンしましたね。ドラスワンだと思います。はい、スワンで。ダブトンポンしたけど、ちょっと残ってる形は苦しいですね。とりあえずダブトンポン、はい、あとは弱い手出しをしないようにしつつじりじり進んでいくって感じですね。どこが一番進みやすいですかね。まあどこもどこって感じですね。まあ親の神茶がダブトン流れたからちょっと動きづらいです、ね、動きづらい。まあ京都ヤクオジさんがそんなメンツができてない。あ、これでチューン重なって高い手になってきそう。まあそうですね、チューンなければダブトンチューンでそれだけで5800は確定なんで。なんか嫌なこととか。いやいや、大丈夫です。ちょっと今日ちょっと著書と事故とか多くないですか。解説席で今アクシデントが発生しましたね。はい、見せずもの宝さんが暴れてますね。どうや、まあ、これはつもぎですね、一回切ってるんで。兄弟がじわりじわりと、そうですね、これでいいシャンテン、今3は打ちましたね。レアワンが2枚飛んでるからってことですかね。あ、レアワン3枚飛んでるんですね。ならドラ引いても動きづらいってことで、まあ、チーマンのくっつけも一応見てってことですね。そうですね、テンパイ、うん、結構一瞬で入りました、ね、しかもこれ結構上がれますよ。いいですね、今が相当いいですね。イーソンは自分でレアワン3個なんでね。で、1で筋なってる、すぐ出たんじゃないですか。今イーソン出てなかった、勘違いでした。イーソーもイーマンもイーマン今1枚誰か持った気するんですけど、はいはい、うん、反対が持ってますね。三枚息のシャボ待ち強いですね。強いですね。しかも両方、あ、イーソー1枚切れてますね。2枚ですね、残り。あ、2枚、うん、あ、ほんまや、2枚ですね。ただね、これ誰も使えないんですよ、イーソーもイーマンも。なんでちょっと優秀ですね。反対がちょっと粘るぐらい、止めたら手は死ぬし、
行ったら刺さるっていう嫌な回なんで、うん、しかも今数層取ったんでこれイースを誰か掴んだら出てくるんじゃないですか。いや、コージプロもね、あのそうやってすぐ見せてくるでしょ俺強いんだと思ってまあ彼は強いですよあ、リュハだ、ドレキも粘る、まあ、スソロッソーで出てますからまだ粘る。あ、これ足立くん打つんじゃないですか今。ただ足立くんはあのスーは持ってますからね。チートイスだと出ないから、はい、あ、イーソーも吸収しましたね、はい、吸収力に定評のある足立全部吸収しましたか。もうむしろこれイーソーデンジャーかもしれないですね。バイチなんでイーワンションパイじゃないですか。そうです、うん、ただ感覚がイーシャンテンこれも注文まだ出ないかけるんですかね、はい、ちょっとわかんないですけど、なんかアバチ手詰まりそうもないね。そうですね、結構皮が弱くなってきたんで、あ、これ打つか、打ちましたね、まあ、まあ打っても全然おかしくない範囲なんで、はい、ですね、これは出てます。筋今だって、うん、1300点です、はい、裏のランカーみたいな顔してましたねまあ乗りづらい配信ですからね。アンコあるんだがちょっと妥協しているってとこですけど、まあ1300なら打ってよかったって感じじゃないですか、はい、ノーテンバップ払うより安いんで。そうですよね、うん、自分が腹のその手だったら別に打ってもいいかなって感じですね、はい。平たいですね。そうですね、トップ目がええ、なんか大丈夫ですか、魂どっか抜けてない飛んでてないですか。あ、打っちゃったみたいな。ちょっと現世に戻ってきてほしいですね、はい、そうですね、なんか5杯以上見えてましたからお、判題はドラが9ピンですかですね、うん、はい、ドラ9ピンです。で、兄弟が統一含みの、うん、まあ、悪くないハイパイですね。ここもドラドラで、うん、ドラドラでローピン引いて、うん、そうですね、ここはもう寛大か強大かって感じになりそうかな。寛大って言うとうちらになりそうな、うん、はい、これチートイツのイーシャンテンですね。これね、よくリアンソー切る人いるんですけど、リアンソー切っちゃダメですからね。ダメですね、スーアンコを見ましょう、はい、確かに、そう、一瞬だけチートイツの転敗チャンスは多いんですけど、それよりなんかローソーとかチーソー、他のハイがアンコった時にスーアンコのシャンテンを逃す方がはるかに痛いんで一応連続系ですもんね、うん、一応急走、まあ、連続系はあんま関係ないです今回は、はい、死にトイツがない時は連想は切らないようにしてください。死にトイツっていうのは2枚切れてるトイツのことです。スーアンコの可能性がほぼほぼなくなった時にもうチートイツ固定で、そうですね、仮にドラドラだとしてもチートイツの手広い方に取らずにこうした方がいいですね、うん、ドラドラやったら泣きが効きますしね、トイトイ、そうですね、トイトイ仕掛けが。ああ、はい、チョンボ、チョンボ、これはどうなんですか。これはね、あの厳重注意ですね。これで有効牌持ってきたら南さん怒ってますね。まあ、ここはね、うん、僕は結構パス走とか切ってぶっ壊しにです。せっかく応援したのに。応援はしないですよ。あれ全然。あ、してないんですか。してなかったんですか。いいピン切りですか。仕掛けるならいいピンですけど。まあ普通に手組でもいいピンでいいと思いますけどね。ペン3ピン引いてもそんなに嬉しくない配置なんで、ならいいピン切って。くっつき効率マックスのチートイツのレアシャンテンを維持って感じが、うん、あ、まあ親ですしね、はい、マックスで行った方が得ですね、うん、まあいいんでしょう、渋でみたいな、うん、渋っすか結構あれいいピンしか切ったことないですよあれ結構、うん、パッと見だと難しいと思うんですけど、どうなんですか、ね、私チート嫌いなんですよね、まあ、チートよりこの手は結構メンツ手になりそうなんでね、どの範囲を困ったらタンヤを理論で言っときましょう、ポンポン、そうそうそう、ちょっとこのイーソーに魅力を感じてますね、重なりそう、これはどうする、どうする、イーソーは相当良さそうですけど、リャンピンって何ぞか自分で3枚持っててイーソーはまだ、はい、そうなんですよね、見えてないで1枚見えてないならいくかと、ここでいや難しいですね、さすがに他が、あ、まあ仏教大学はさっきなんかウーピンかなんか切ったんで、もうメンツで上がる気はないんでしょうね、チートイツに決め打ってる感じですね。トータルの点数も余裕があるんでね、そうですね、これは仕掛けないとダメですね。ポイント状況的には今どの上に、多分あの黄色いやつが、はい、表示されているのが展望状況ですね。で、上のプラスがその今の現在のポイントになってますね。感覚がいいシャンテン、これはね、つもぎります、いらないです。そうですね、想像が伸びたらリアワンカさんのトイツに手かけていいなって感じですね。ナンは倍で、もう2枚とも切れてるんですか。仕掛けなかったんですね。なんお高手じゃないですか。あ、お高手ですね。そろそろ現物、そうですね、安牌と変えたいとこですね。うん、
やっぱ足君いい動きするんですよね。確かに結構ねネット上だとねなんか割とビッグマウスなんですけど実際会うと割と謙虚なんでねそうなんですよ私も、はい、なんかあの俺つえでしょとか言ったらなんかそんなこと言わないでみたいな、はい、めっちゃ、はい、あ謙虚さアピールしてきたそうなんですなるほどね。いいと思いますけどね、ネット上ではやっぱそういうキャラ作りでちょっと目立ちたいっていうのもあると思うし、それが目立つのが悪いことだと思わないんで。どうですかね、横地プロ全く進まないですね。そろそろ普通のここがサブローワンとカンローワンの位置なんで、これ感謝ダメですよ。でも Q1 切っちゃってんのか、まあ、でも Q1 引き直しもあるんで、はい、サマンとか引いたらカンするんですか。サマン引いたらカンしてる位置じゃないですか。お、テンパイ、チートイツですね。あ、チートイツ、ごめんなさい、チートイツじゃないです。チートイツにも取れるけど、チートイツにはしないですね、これは。はい、ロキュピン。ロキュピンは、いや、かなり嬉しいんじゃないですか、これは渋々どころか。でも、ロキュピンならいいんですかね。うん、てか、リーチペコですからね。リーチペコの両面リーチが入ったらもう満足ですよ。2枚いきですか、残り。そうですね、キューピンが1枚とロピンが1枚。そうですね。はい。感覚はどうですか？割と苦しい、そうでもないですね。うん、これテンパ入れましたね、リャンワンサワンのシャボ。そうですね、あんこ出だったよ。あー、キューは引き直したか。これ仕方ないです、ね、うん、まあチーでくにゃがれてきた範囲ですから、ね、おお、やるね。おお、これいい上がりですね。そうですね、うん、500オールス。はい、これでこの上手ですよね。あ、ちょっとズームしてますね。そうですね、なんだよってなんで6QB 負けんだみたいな。ここ直対してるんでね、足立くんとヤコジさんは。ヤコジさん苦しいですね、これは。点数離れないんで、そんな怒らなくてもいいと思うんですけどね。はい、解説はプロ1人と学生さん3人でやってますね。はい、じゃあ、橋を決めます。お、野田さんを出して休めていくと。ちょっと足立くんの顔ちょっと見えなかったりしますね。親は一緒ですね、レンちゃん、あたしくんが親じゃないですか、反対が親で、しかもハイパイめっちゃいいですね。兄弟が一番いい。ドラ数層かな、多分数層ですね。うん、うん、ドラは数層ですね。いいですね、これ兄弟だ。関西学院大学も悪くないですよ。はい、どこもこれはぶつかりますね。全面戦争が。仏教以外はみんな。そうですね、あの、打って、マージャン打ってるのはプロは薬王子プロだけですね。ちょっとこれはちょっとあの仏教はさっき使い果たしたと。ありますか、あの力をですか。野田さん。でもまあ別にそんなに持ってなくてもいいポイント十分持ってるんで、そうですね。したら宝さんの席に行くかもしれない。大丈夫です。リードしてるからって手を緩めないのは大事ですからね。関西学院って呼びますね。そうですね、野田さん普段何されてる方なんですか。天候とかしてるんですか。男装で働いてました。あ、そうですよね、なんか絶対普通の子じゃない動きですよね。京都のすごい雀荘で働いてました。あ、そうなんですか。あ、これはいいです ね。いや、1回戦見てて結構本当にちゃんと打ってるなって思ったんで、東大が両面両面のいいシャンで、さてどうしよう、ターツオーバーですね。なるほど、Q1 これ面白いですね。 Q1 いいと思いますよ。これですか。はい、メンツオーバーなんで、どうせ何かのメンツを処理しなきゃいけないなら、あの被ってる上抜けが被ってるパワー1のロスはもうしょうがないものとして、マックス差し子の3色とかを見ながらね。あ、南さん、あれです、うん、あの学生ですけど、あのプロじゃありません。はい、女流プロじゃないですね。はい、違います。ならないんですか。なりませんよ。そうですか、お待ちしてますよ。おスカウトですか。まあ、人材スカウトもしていかないとね。まあこれはしょうがないですね。まあ、南さん、あと2年ばっかし学生マージャンの方に目いっぱい。メンツオーバーの時は思い切って1メンツ外して、なんかマックスの受けを残すっていうのも全然ありですからね。そう、この3層引きとかがすごい嬉しいんで、はい、これでチーソーパスを払って、まあ2差し差し5どちらも見える。そう、メンタンピンドラが見える。まあ別にドラじゃなかったらね、数層切っていいと思うんですよ。うん、こういう風に手配の効率をあまり落とさずに、あの手配の打点だけ上げていくっていうのはかなり大事なプレイングなんで、手配効率が著しく落ちるなら微妙なんですけどね。アンパイ残さずにもうまっすぐ行ってますね。はい、残す必要ないですね、これは。仏教は何を切る。
嫌な方引きましたね。ダマですか、リースか。負けましたね。今ヤコジプロはこういうの負けそうですね。お、仕掛けました、ね、パーピンチーソーのシャボ。残り枚数がパーピンが1枚、チーソーが0ですかね。ハンダイもスッチーマンで展開して、あ、パーピンチーワンのシャボか。パーピン1枚、チーワン1枚ありますね。ハンダイもスッチーマンで貼ったんで、はい、これはどうなりますかね。ヤコジプロ忘れてますね、あのことね。次ぐらいに思い出します。思い出してチラ見せしてきますか。チラ見せあるんですかね。チラ見せあると思いますよ。どうしましょうか。うん、結構パーピン飛んでってもおかしくないですね。うん、ローピン早いんで。あ、もうこれ完全に怒ってるじゃないですか、これは。あれやっても積もれへんやんけ、みたいな。知らんわ、みたいな。それここでさっき見てたらわかるはずなのに、だからさ。ちょっとなんか私。そうですね、リアムピンはちょっとやっぱあの捨て牌切りづらいんで、現物のリアムを打ってシャンテンに戻しましたね。まだ生きてますよ。ただこのパーピン危ないですね、非常に。うん、ローピンの後 E ピンでリーチなんで、なんかもうピンズの上は通るんじゃねえのっていう理屈で、うん、通しやすいですけど。そうですね、切りやすい牌ではあるんで、テンパイしたら切っても全然いいですね。何もなしに切る牌ではないんですけどね。パピ危ないですね。まあこれはしょうがないでしょう、うん、あれはもう自分の都合で打ってもというより取りそうですからね、リーチのみ。そうですね、1300点ですかね、はい、真面目な顔してますね。動じないですね、はい、はい、貫禄がありますね。貫禄ありますね。はい、で親が動いて、次は仏教大学が親ですか。はい、ファール、チョコ用意しました。あ、でも野田さんの方が、今映った野田さんがすごい可愛い茎をやってきてくれて、めちゃくちゃ受賞可愛いんですよ。そうなんですよね。なんか自敗のなんとかシャーとか。はい、すごいですね。シャーとか作りづらそうなのにね。すごいな。私のためにミナミって書いて作ってきてくれたんですよ。マジですか。スキル高いですね。本当に。あ、で私はあの何も作ってこなくて、あのゴディバのチョコを置いときました。あの食べかけの私の。食べたんですか、しかも。食べました。それは結構思い切りましたね。すってあの食べましたって言えますね。で一粒食べたら来月ホワイトデーにゴディバを返さないといけないっていう。当然一箱でですよね。一箱で、はい、なかなかね、酷なことを、ね、あ、怖いですね、女子は怖いよ。本当に女性は怖いっす。ちょっと結構あの言ってくるとちょっと僕ら殴られるかもしれない。いやいや、置いといたんですけど。そうですね、えらい食べたならキロ単位で返すですね。あのキロ単位で置くと逆に太るやろとか言って殴られるかもしれないよね、逆に。大丈夫です、私太んないです。さすがすみません、さすがすぎます、それ。はい、じゃあどうでしょうか、今、はい、ドラが3品です。敵に回しましたね。僕もそれ思ったんですけど。ちょっとね、ひどすぎやしませんかね。はい、じゃあドラが3ピンでーす。まあまあ、まずの方いつまで行きたいですね、これはね。さすがにこの手を1000点とか2000とかで終わらせるのはもったいないんで、この白昼がどこで出てくるかがポイントですね。多分足立くんこれ重ねて使いたいと思ってるんですよね。ちゃんたがあるんで、いや、白ちゃんたドライジの残球とかを見て。あ、これ仏教仕掛けるんですかね。仏教大学さんですか。ああ。んー、どうでしょうね。感知層は泣いてもいいんじゃないですか。3ピンと地層は泣くって感じじゃないですか。3ピンはあんま切りたくないですね。まあ一旦イースを切ってお茶濁すか。うん、うん、そうですね。ここでイースをピンローピンに手かけてもいいですね。この手ね、パーマン打っちゃった後にシチピン引くと、なんかもうその手にせざるを得ないんで、そう、いっそここで思い切った方がいいですね。メホンチートのイーシャン手にもなります。そうなんですよ。メホンチートイ頭が。これはつもぎるか、いい表情してくれ。いや、本当あれ、トラマになりました。うーん、どうしようね、酸素か、まあ酸素でもいいですね、はい、おー、酸素かな。パーマンタンキだね。イソ切っちゃってるから酸素切ったんでしょうね。まあ、ただ数層とか貼りましたよ。ありました、メホンチート A 来た、来ました。何ですか、パーマンタンキ。そうですね、あれサブローワンとか白春とか引いたら置き換えるって感じでしょうね。さすがにあそこから白春のポンはしないと思うんで、これもしかしたら兄弟から出るんじゃ。まあ、出てもおかしくないですね。ここも危ないですね。あれね、メホンチートで貼ってる空気とかないんで、全然全然ないっす ね、 そうですね。ちょっとリャンタ落としが気持ち悪いなぐらいですね。まあメホンに向かってるやろなって思った。3点ですね。いつもメホンチートイツですね。これは美味しい上がりに、
そうですね、名本チートイツってこんな出ないんですけどね、はい、あ嬉しそうですね、嬉しそう、魂帰ってきました。あの他の大学とのその差も考えると、ここで差話しとけば落ちることはまあ考えられないんで、なんか手前に、はい、魂抜けてる。そうですね。魂抜かしたじゃないですか。股間しましたね。ボディチェンジしました。あの野田さんハキハキしてて。あめっちゃ嬉しそうやな。いやいいっすね。めちゃくちゃ嬉しそうなんですけど。そうですね。なんかヤコジさんだけなんか。そうですね。これはニコニコというよりニヤニヤですね。可愛いですね。そうですね。学生って感じ。よし当たったぞ。さっきはもう学生いなかったですからね。そうですね、さっき学生いました。すいません、芸人で。芸人と中学生とね。芸人と中学生と販売業者。あの大学生っていうのはいませんでしたね。まあ、タカラさんがギリギリって感じですね。ハイパイシャンテンですね。ちなみに、透明の敵の大阪大学の親かぶりだから。あ、そうですね。そうですね。仏教大学の親かぶり。あ、仏教の親かぶりですね。あ、そっかそっか、仏教ですね。今ラスで、京大と阪大の差が6000点。じゃあ単純に3000点ずつ持ってかれただけなんで、コージプロはそんなに嬉しくはないですね。そうですね、持ってかれたみたいな感じですね。うん、そうですね。あと3局で攻めて阪大はまくりたい。そうですね。ですけど、今現状ウーピンか。阪大の手が早い。足立くんいいのか、今のウーピンで本当に。いいのか、辛口で、辛口で。いいのか、厳しい。知らないぞ、俺は。いや、定法ルールだったらウーピン打つかもしれないです。定法ルールじゃないからね。感覚がちょっと天保よりかもしれない、うん、まあ多分何泣いてんのもう両面両面のシャンテンで十分ってことなんでしょうけど、まだこの順目ぐらいならね、ちょっとウーピン残して数ピン引いた時とかの形を見ても面白いかなって思うんですけどね。周りは結構数ワンは一応残すんですね、うん、って感じですけど、うん、だからウーピン引いての直接的な裏目がないからってことでしょう。で数ワン引いたらそのシャー何切ってピンフまで見ると、うん、いいシャンテンですね。いいシャンテンですね。ちょっとTPがローピンに見えてる。シャボとガンチャンと両面のシャンテンですね。まあいつまで伸ばしたいところですけどね。そうですね。もちろん中盤過ぎなら絶対ウーピン切った方がいいんですけど、うん、まだ本当に最初盤なんで、ちょっと夢を見て。あれはあれですね、リアンソーとかウーソーを引いた時のシャンテンの形を見て、イソを残しましたね。足立くんです。あ、一番嬉しいところは。うん、これで一通含みの。これはもう加点のチャンス。このまま。もう自分の親まで持っていければ、うん、どうだ、おお、はい、リーチ、リーチ打つでしょ、リーチ打ちましょう、うん、向かう相手がほとんどいないじゃないですか、これ。反対は少なくとも打てないですもんね、やっぱ急走2枚切れ、急走2枚切れ、ローソー手の内に4枚だから残り急走が2枚だけですね、前のクッソが強すぎやしませんかね。いや、そんなことはないですよ。序盤は枚数がある方が有利なんでね。世界で一番いいの。なんか この6と9の街は上がりやすいって言いますけど。そうですね。いや、いいと思いますよ。ただこっち側の全部見えてる目線から見ると、はい、単純に枚数が少ないんで、はい、って感じですね。でも迎える相手はいますか？いなそうですね。今も足立くんも結構やる気なくしたと思うんで、うん、まああの役押しプロがね結構あの無駄な牌を打たずにいけるかもしれないんで、そうですね、役押しさん最後の親なんでね、うん、そうですね、ションパイの穴を抱えてるのがネックですけどね、残り1枚、残り1枚でしょう、もう出ないですね、仏教が辛いですね、そうですね、仏台が今これでいいシャンテン貼ったら追いかけるでしょう、あとはもう反対と仏教大学はもう降りだと思うんで、ここですね、はい、親強くチープに行きましょう、これはこれリアワン切ったらダメですよ。まだダメですよ、うん、最後に打ちましょうリアワンは。あとポロリ入りましたね。クソじゃなくてよかった。ここで、おー、なるほど、もう言いそうがどうせ少ないんでってことで、どうだ、どうだ、張らない、うん、残り1枚のクソはどこに、ラス1ですか、もうラス1ですね、そうですね、ローソーはもう全部持たれてて、急走2枚切れの1枚持たれなんで、うん、ワンパイか、それとも他の人に来るのか、チリソーどうする、これリアワン切れるのか、チリソー紡ぎりますか、そうですね、筋がかってるんで紡ぎってもおかしくないですね、これ難しいですね、お、マックスにリアワンはね、かなり元気ですね、さすがに、まあそうですね、チリソーが
まあ、三蔵パスをポンテンで、はい、そしたらリアンワン勝負するって感じでしょうね、うん、あパスをないんですねこれね、晴れないのはちょっときついですよねここで。そうですね、せめて K 点を誰か現物のローワンぐらい。皆さん硬いですね、野田さんだもんな髪が。そうですね、野田さんはかなりね下持ちは殺してますね。あ、裾引いた。裾、いやいや、下持ち殺しの野田さん。そうですね、めっちゃかっこいいじゃん。ん、何を、うん、チーソなんか泣くかどうかな、チーソ泣いてダチーマンでサブロマのテンパイ、そうですね、ただチーマンが切り切れないと思ったんでしょうね。これだともうリアワンすら張っても切りたくないレベルになってきましたね。もうでもこれはもう安牌ですかね、一人テンパイで終わりそうですけど、いやチーマン切らないでしょ、あそこでチーしなかった以上は切らないですよ。どうや、張ったサブロス、抜けそう、おらず、うん、ワンパイでしたね。そうですね、うん、あのロッキス上がれないのは結構感触悪いと思いますね。そうですね、うん、ああいう時ってもういつね、はい、すぐ完成して即相撲なイメージありますけどね。そうですね、まあ、単純にやっぱ端がかったり早いリアンメンリーチだったんでね、それが上がれないってなるとちょっと気分は悪いですね、うん、しかも8000あるっていうね、うん。そうですね、だいぶ頑張りましたね、はい、そしてあの半台との差が3000に、そうですね、3000に縮まりましたね、はい、50ドラトイツのとこありましたね、今寛大かな、寛大ですか、うん、感覚ですか、感覚ですね、はい、あ、寛大って言うとやっぱ違うところになっちゃう感じ、関西大学になっちゃう、内になっちゃう、わかりました、すみません、気をつけますね。ドラが飛んで、はい、はい、ヤクオジプロハイパイ789が見えるけどちょっと重たいですね、あんまり良くはないな。ここはドラトイツのとこですね。そうですね、これぐらいだとファンパイの重なりを見てそういう感じでいきたいですね。仏教がいいな、うん、これは親が流してしまうか、そう、ちょっと苦しい、9ピン切るか3ピン切るか、うん、3色目があるからちょっと考えてるんでしょうね。下手しちょっと遠いけど、純ちゃん、そうですね、全部見ました、はい、全部見ましたね、数層は全部見てる、欲張りましたね、まあ、何切るか判断つかないときはありですね、高い方、そうですね、迷ったら高い方、うん、初切りか、私君急層切らないんですね、多分安牌として抱えてるんですね、1枚ぐらい、お、まあ、これはもう3色見切るでしょう、そうですね、くっついちゃったら、自敗よりも先にメンツがどんどん、うん、できてきますね。これで8球落としですか、メンツできますね、うん、いいシャンテン。3連続有効配じゃなかったですか今、そうですね、今しっかり何から切ったのも偉いですね、やっぱチューン重なった時に嬉しいテンパイが取れるんでしっかり枚数を見ていきましょう。これはねチューン切ります、綺麗見た方がいいですね、判断、うん、はこれでいいシャンテンですね。まあ E1 切るか。というのも3割取りしたいですね。うん。ハクかペ、自分で重ねてハクは使える可能性はありますけど、E1 切りましたね。はい、何を？何が？マンズ引きましたね。なんだろう。Q1 かな。U1 ですね。シャボ。あ、リーチ打ちました。そうですね。リーチドラドラ。U1 とトンのシャンポン。U1 が1枚もたれの。トンが、もうこれ山さんですね、あ、ドラ2枚の山さんは強いですね、うん、積もってくれ入りました、どうですかね、何を引いたの、6か7なんですけど、どっちですかね、ロソですね、打てますかこれは、うん、てか捨て牌強くて切る牌ないんですよね、そうですね、向かいますか逆に、どうしましょうね、押しました、ね、まあ押したというか、まあ、ないですね、ないから押そうって言うんですけど、まあ違うなら1枚切ってもう1回1枚切ることもできるんで、はい、1枚通れば2枚通る説ですね、そうですね、テンパこれはいそのとき落としするんじゃないですか、もしくは、はい、今取ったらヤンピン切るか、うん、ヤンピンで何がチュンいいシャンテン、ヤクオシプロもテンパったら押しますよ、うん、まあ急ぎでしょ、チーワン、チーワンが、あ、取ったんですかね、あ、一発目にチーワン切ってるんですね、あー、これは辛い、
うん、7、8って外すんじゃないですか。ですかね、うん、これ7がワンチャンスになるんで、まあちょっと打ちやすいってことで。だいぶ考えてますね。そうですね、ただ7、8打つとほぼもう死に手になってしまうんで、渋まあしゃあなしで1000点なんでね、1300か。これで8も取った、はい。あたしくんあたふたしてますね。あ、ドラさん、ドラゴン積もりましたね。リズムドラさんからの、リズムドラさんですね。2000、4000の1本までですね。2100、4100で強卓1本の上がり、これでかいですね。あー、大きいですね。これでもう5万点オーバーのダントツなんで。そしてあの兄弟が、そうですね、これかぶり、兄弟苦しいですね、かなり。そうですね、嬉しそうやな。ニコリ、ニコリと。そうですね、多分よっしゃって言ってましたね。5万点超えましたね。はい、親かぶりで辛いですね。親流されて、ラスを流されて。そうですね、ただまだね、全然わかんないんで、漫画一発積もるだけで相当有利になるんで。でもこう上がってその5万点でこう親迎えの気分いいですね。そうですね、どうですか、何2曲のドラが何だあれ、4ですか。結構見づらいですけど、まあちょっと後で確定させましょう、はい。どうですかね、どこがいいですか。兄弟が、まあ想像の本一が見えるぐらいですかね。音楽もまあまあ、なんかキューピンの外しから入るんじゃないですか。そうか、うん、そうですね。うん、お大阪大学リアンシャンテン、はい、いいとこ引きましたね、はい。そうなんですよ、ドラちょっとね 見えないんですよね。ちょっとこれ兄弟苦しいですね。なんだかあれが4か6だと思うんですけど、ちょっとわかんない。ドラマンズです。ドラマンズになるかな、はい、わかんないです。ここはね、もう一気にマンズの本質に寄せていきたいです ですね。初切らずに数層3層ぐらい、ただ点数持ってるんでね、もう無理しなくても、うん、そうですね、普通に両金張ってしまえば、まあ、両面立つなら残してても良さそうですね、うん。ドラローワンですね。ローワン、はい、ローワンです。なんかすごいカメラが寄ってくれました、はい、ありがとうございます。ちょっとヤコジプロ厳しいですね。そうですね、シャアもね、ファンパイでもないんで。あのトーン何発が重なっているのか、これはこれはもうその数払ってもいいんじゃないですか。メインホンチートイツのイシャンテに取りつつ、リアンワンポンとかサンワンポンとかもできるんで、はい、あそこ入ったら、はい、いいとこ入りましたよね。そうですね、メインホン読めてくださいって。ダメだ、どうしましょうかね。どれかの統一、はい、数層か、はい、仕掛けも見てるんですかね。お、これはマスターランズですね。なんか引いたな。ローン簡単キーでテンパって。うわー、まあ、名本中隊貼りすぎでしょう。こんな名本中隊貼らないからね。ちょっとやめてください、本当。今日名本中隊ですね。そうですね。名本中隊ドラドラなんで。これ積もれば8000オールの上がってもインパチ。積もれば6000オール。でもあれですね。8000ですね。8000オールです。うん、このローマンが、しかもこのローマン結構危ないですよ。そうですよ、貼ったら出ちゃうだろうっていう。まあ、ただこれ待ちぼろの支配引いてきたらそっちに変えた方がいいですね。あ、うん、あ、めっちゃ画面が。あ、これは。これはまあ急走切りでしょう、ね。これ薬王子プロね、打ちますね。打ちますよ。もう行けば出ない。ここ、これは打たないです。どっちかの統一。まあリアンソンの統一落としでしょ。リアンソンの方が安全度高いんで。はい、6チッパの変化見てパスソっていうのもまあありですけどね。うん。あ、これ危ない。おお、耐えた。ドラだし、やっぱ僕と違って止めますね。でもどうですかね。いらないから早く切るって考え方もありますからね。クマさんだけもいらない気配。そう、ただ下ちゃんの手配がね、結構マンズに寄ってる手配、あの捨て配になってるんで、そこだけで止まってるって感じです。でもこれでローワン止まりますね。よかったっすね。瞬間機で振った俺のウィナスが当たるところでした。でも感覚は、ね、リーチの、リーチの枚数、何の、イースピン結構残ってます。イーピンが3枚飛んでて、さあ何が来る。うん、イースピン4枚ですね。でローワンが残り1枚だけですね。1枚対4枚、はい、ローマン掴まないで。今リーチしたところって親ですか。物大、あ、違いますね、高め連単ピンツもドラ1、あ、裏はないですね。2000円4000円ですね。十分でしょう、うん。これでもしかして兄弟がラスに落ちた、落ちましたね。
あこれ結構面白いね、あのデスアンケが。そうですね、野田さんやっぱ強い人が着る服着てるもんな、やっぱ動物の服着てる人強いんですよ。そうなんですか。いや、あのちょっと、はい、田村さんもじゃあ動物の服着て。いや、僕は大体スーツなんで、私服がスーツの人間なんで、ね、動物のシャツ着ましょうか、ワイシャツ。そうですね、なんかちょっと、おそらく何かトラブルが発生しましたね、少々お待ちください。カメラがずれました。今条件確認はするんですかね。いや、しないんじゃないですか、まだ条件はできてないんで。エコージプロから無理無理無理って聞こえてきますね。もう顔がちょっとちょっと押しにかけてますね。そうですね、どうすんのみたいな。吹けましたね。あ、 今サービスショットになりましたね。で、野田さんは予約上がって嬉しそうっていう、うん、そうですね、ニコニコしてますね。ニコニコしてますね。ここかな。オーラスは半大の矢ですか。そうですね、半大の兄弟ってこれ最後の感じなんですかね。いや、まだあと2回って言ってました。これ京都、うん、今のと次で終わりです。野田さん映しておきます。そうですね、野田さんが一番目に優しいんで、野田さん映しておきましょう。金髪の人はちょっと目に優しくないですね。そうですね、野田さんのピアスが、ピアス片耳だけなんですね、右耳だけなんですね。今のラスメが兄弟になっちゃったんですかね。2800点でラスメですね。これラストはちょっと本気できついですね。本気きついですね。仏教と4100差ですね。で、半大がおそらく23000点ぐらいだった気するんですよね。だから5200で上がりで2人買わせると思うんですよ。残区だと微妙ですね。ちょっと正確な点数覚えてないです、すいません。積もったらまくれそうですけど、1200条件になりますか。5200で上がりか1200で買わせるって感じだと思いますね。もしくは仏教残区直撃とか。まあ、反対が親なのがちょっと おいしい。ただここで反対に4000オールとか引かれるともうあの絶望ですね。濃厚ですね、敗退濃厚になりますね。兄弟あらあら、ほらほら、もうちょっとほらやべーって感じですね。やばい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 って言ってますもん、心の声が。頑張れ、ヤコウジ頑張れ。ちょっと顔がちょっと動揺気味ですけど、そうですね、はい、いや、コウジがなんかその時はデス案件になっちゃいましたね、やばかったでしょ、今のさっきのやつ。南さんがあの扉すってやりましたけど、半大2万5000点持ってましたね。これ5200で上がりは届きますけど、そうですね、5200か1200ですね。半大より上には行きたいんで。そうですね。そして兄弟の手ははい、ドラがウーソーでオーラスっすね。オーラス、はい、きつい。親が大阪大学。どこ最悪仏教を連チャンしてくれってことですよね。あ、これね、ヤクオジプロはあの手を5200にしようとしましたね、今ね。ドラが嘘なんで、はい、本一を見てますね、うん、比較的ドラオケ見てるってことですよね、うん、無理やり5200を釣りくれに。そうですね、面前でリーチ、面前で張る手じゃないんで、はい、内定5200以上にするならもう本一しかないと、はい、そうですね、開かないんでも仏教もね、悪くないですからね。ただ面前で行くってなるとちょっと張らないかな、うん、ここ軽いな、兄弟、うん、兄弟がやっぱいいですね。ファンパイ2統一なんで、うん、足立くんはファンパイ止めてる時間がないんで、足立くんのところにファンパイが行けば泣けますね。オーラスオーヤの上がりやめがないルールなんで、反対が そうですね、足立くんも上がり続けるしかないっていう。そうですね、ちょっと上がるか、だいぶ点数離してパタンって、うん、そうですね、誰かに上がってもらう。2着やめができないですね。いいシャンテンか、まあ1通含みを残してダーリアンピンとするか。ただ1通目が残るのが先にパワーを引いた時だけなんですけど、はい、このままの着順だともう兄弟痛すぎますよね。このままだったらまずいですよ、かなり、ね、はい、かなりまずいですね。半大2着、兄弟4だラス痛いですね。そしたらもう最後の半ちゃんは直対条件、トップラス条件、本当にそうですね、トップラス、お、これはかなり楽になりましたね。うん、これでもう何からでも仕掛けるでしょう。どうする、リアンペンギですか。まあそうですね、うーん、まあピンズメンツ払っていきそうですけどね。チャンタも見えるんで、ただ役チャンタでも足りないんで、まあ役チャンタだと5200の可能性があるんですけどね。あの自敗自敗八王中敗ってことで、泣きやすい。どうする、これでどうするんですか、まあ、とりあえず休想金、あ、パスを泣いたんですね、これ地位なら、まあそうですね、これで5200目は出てきました。ん、積もって5200ですか、積もってですかね、うん、あ、そしてパスは、
まあ、そう流れましたね。マージャンあるあるですね。そうですね。これ難しいですね。何切るかな。単4確定させて9ピン切るか、今のテンパイチャンスだけでつもぎるか。パーピン、なるほど。ああ、そうですね。テンパイチャンスだけならパーピンの方がいいですね。さて、仏教がいいシャン点ですね。うん、いいシャン点にはなりましたね。これはパッキーを払うんですか。どうでしょうね。難しいですよ、ね、まあ8球落とし、多分チーワンがいいと思ってるんですよ。この捨て牌見てチーワンがかなり山にいそうになってるんで、ヤンは見えてるだけで3枚ぐらいなんで、ね、そうですね、ヤンメに受けましたね。ヤンメには自力で引かない考えがね、この難をかなり絞ってきてるんで、はい、これでそうですね、6球って払うんですね。こういう時6から切るのとか丁寧だなって思いますね。9、6って払う人も多いと思うんですけど、6から払ったら次引けないのもあるそうですね。出ますか。もう何が、もう何、6のくっ、でもこれね、6のくっつきが嬉しい局面だったら9、6って払った方がいいんですけども、6のくっつきが嬉しくないんで、守備力高い方優先で6、9って払うとかね、そういうのは大事なプレイですね。これ3個どうや、引かない、うん、切らないですね。手な、手が泣けたら切るって感じですかね。硬いですね。まあ、チッパクの地位が入ってるんでね。ただ反対に流派、反対に発がいったんで、ちょっとこれはもしかしたら、もしかしたら、もしかしたら、もしかする可能性がありますね。足立くんは切ると思いますよ、発は。まあ、もう行くしかない。うん、そうです、ね。あの、天敗脳天で仮に伏せたとして、あ、もうなんか切らない。おうん、伏せたとして、兄弟に開けられたらね、ひっくり返るんで、兄弟じゃないよ、あの、仏教に開けられたらひっくり返ってしまうんで。うん、自敗のちょっと親戚が、うん、ガチガチに絞ってますね。足立くんも転敗するまでは切る気なさそうですね。そうですね、うん、条件がね、分かっててあれ抜かれたら、そうですね、自敗は、まあ、当たると思ってるのかもしれないしね、すでにね。あ、これは切るでしょう。さすがにこれは、まあ、切ってリーチを打っていいですね。迷ってますね。手足立ただリーチ打つと多分リーボで着地落ちするのとか嫌がってるのかもしれないですけどね。ど、うん、ただまあこれはリーチ打っていいと思いますよ。あ、足立、足立もう3位でいいと、足立3位でいいって言いましたね今。多分ね、仏台が張ってないっていうのを読んでるんでしょうね。なんでどうせそこ開けないでしょ、じゃあ僕2着のままなんでいいですよってことで見来たと思うんですけ ど、兄弟ラスならまあそれでいいよって、はい、ただね、やっぱこの手6000ホールとかまであるんでね、ここでトップ取っとけばもう兄弟がかなり楽になるんで。なるほど。あれでもし刺さったらかなり、そうですね、刺さるとラスなんで、はい、まあ、今のもこういうね、条件性ならでは、はい、そうですね、そうですね、泣きたいけど役星プロがずっとつもぎってるんで張ってるのかもしれないって思ってるんでしょうね、はい、あと一巡ですか。ね、もうだって別にこれをちゃんとこの準決勝を勝ち残ったら次の決勝全く関係なくなるんで、もう本当にラス引くのが一番そうです、ね、辛いゲームなんで。確かに、まあ、初切らないのもありかもしれないですね、はい、そう言われてみると、はい、あ、最後に何だ張った、まあ、でも張ったけど一人転敗でも変わらないですね。変わらないですね。あ、でもあの一つ一つかわすんじゃないですか。あ、かわさないか、100点差でダメですね、はい、うん、ギリギリ対局終了。対局終了しましたね。あーって顔しますね。よかったーって言ってますね、足立くん。いや、2位でよかったーって。あぶねーって。初打たなくてよかったーって、はい。ただね、多分あれ、初切らなかった後に手出しで嘘を飛んできたんで、多分足立くん若干後悔してると思うんですよね。うわ、張ってなかったーみたいな。ただ、初打ってると最後何掴んで。あ、その前に嘘を打たれてないんで大丈夫です。はい。はい、感覚が1位、478位。感覚が478。はい。大阪大学が245で2位。はい、245。仏教が3位、239。239。兄弟が、ラスで238ですね。はい。あー、でも、あれですね。あの、2着から4着はだいぶ点差的にはあれなんです。そうですね、2着から4着、そうですね。
あ、単品三色負けた。ヤコシプロどうぞ。でも、まだすごいな。掘りましたね。持ってきました。まあ、完全にデスアンケートになりましたね。はい。ああ、あれ、あれ、大体なんか8割、9割まで来そうですけど。いやー、先輩の点でひっくり返らないんでね。そうですね。ひっくり返るなら勝負。やっぱあれ、私最後の発は結構当たると思ってた。あれもうまず、やばくないですか。そう、あれ当たるとさラスに落ちるから。そうなんですよ、着順で一応先輩の点4センチ以上差あったんで、うん、なるほどなるほど、まあ、最悪。そう、あれ あれどっちがいいんだろうなと思って。たまらんかった、先輩とね。いやー今回の参加大学の個別にインタビューとしましょう、はい、ちょうど横にいる中。はい、どうぞ。はい、はい、じゃあ兄弟の方からどうぞ。どうでしょうか。え、どうですか。どうでした。どんなクソゲーでした。あれは、いや、打ってない、僕打ってないんで。今日打ってたの誰ですか。そっくりさん。そっくりさん、そっくりさん。なんか何もしてない人いましたよ。え、何もなんかずっとぼーっとしてる人いましたよ。そうですね、なんか1300とかずっと上がってるんで。なんかスッスッスッってやってる人いましたなんだもうどうすればいいのかちょっと分かんなかったですもん、僕には。どうしようもないです、もう魔法使いです、みんなもう。無理っす。やたらメンホンチートにみんな貼ってましたね。魔法使いかよ、マジで。無理や、さすがに無理っすね。さすがにちょっと次回どうなるんですか、これ。100万上が2回ぐらい上がったら10万点トップぐらいだよ、多分。あ、でも10万点もいらんか。ゼロポイントぐらいまでいったらいいか。今マイナス何ポイントですか。マイナス今60ぐらい。60、そんないったら。あ、50ぐらいです。マイナス50ぐらい。50ですよね。マイナス50ぐらいやったら、まあまあ、寛大と直帯、はい、そうですね、直帯8万点、はい、まあ、トップが12ウクルールなんで 6万点ぐらいかのトップですけど、もういや厳しいっすね。まあ、最後のカンパスと仕掛けん方が良かったかもしれないですね。あれ微妙ですね。ポンからは入るとか、ポンとファンパイからは入るでしょう。いや、あの、単純に出なくなるから。あ、そう、だから別にテンパネとかよりは、あの、出なくなるっていうことを含めて、ね、どっちが良かったんですかね。中の方が良かったかもしれないですね。いや、ヤコジプロね、すごいテンション下がってますね。さすがに無理っすわ。さすがにテンション下がりますわ。3ラスっすからね。そうですか。あ、2ラス3着か、はい、いや出る出ない、やっぱ警戒されるんでね、あれ。チーして急走って出しなんで、うん、まあ明らかに染めてるっぽかったんで、役配がだいぶ出づらくなるんで、まあ、しかもあの展望状況なんで、あんな買う方が良かったかなっていう気は泣いた後に思いましたね。はい、暗真面目な反省会。そうですね、おつやになるやろ、女は。ちゃんちした後に、あのパッソがのスルッと、あ、パッソ食いながらですね。あ、そういえば1個だけ聞きたかった時は食いながらですけど、はいはいはい、なんかあの、なんかダブトンヘッドの時の、はいはい、あの、ソーズが56667みたいなとこから、はい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 、チェイス起きたやつあったじゃないですか、はい、あれはトーン切らないんですか。あれはまあトーンポンしたら、まあ、両方一番単品ドラドラも、はいはい、ダブトンドラドラも1万2000なんでと思って。さすがにその場の地域聞くイーシャンテンの方良くないですか、トーン切って。あ、でもダブトンですよ。ダブトン倍地でしたよね。倍地でダブトン、そのなんか倍地のポンをしてのテンパにならないじゃないですか。ローワンとか出ます、だってにしてもなんかどうなんですかねって思ったんですけど。なるほど、うん、僕はもうダブトンの威力はやっぱしかも倍地やし、余計トンがドラではなかったですよね。あ、ローワンがドラですよね。ペンローワンがドラなんで、そのローワンはまあ泣けないでしょ、さすがに。イーシャンテンがピンズの3478みたいな感じでしたっけ。ピンズの34、ソーズが5667、5667、そうそうそうですよね。そうそうそう、だから6916、リャンウピンのイーシャンテン。ああ、なるほど。やって でペンローは、まあ、泣きづらいかなと。なるほど。わかりました、ありがとうございます。はい、そんな感じです。はい、はい、では次の大学行ってみましょう。はい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 、野田さん近くに。はい、野田さん。じゃあ皆さんよくやってくれました、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。本当うんだけ麻雀みたいな人すみません。いやいやいや、しっかりね下茶に絞ってましたし、うん、まあいいかなこれで。今日はとりあえずラス引かなければいい麻雀ね、うん、ですね。そう、天才手やし、そのね、直接振り込んだら嫌やなみたいな。結構めっちゃ、結構っていうかめっちゃちゃんとやってませんでした。あ、全然そんな。いや、本当にマジで。あ、ゲームメンタンピンツもね。4積まれたやつですね。4積まれた、よかった。あれで参加できたからちょっとよかったです。はい。
謙虚謙虚っすね当然ですよぐらいな感じでもよろしくお願いしますこれ足立弾幕来るんじゃない？足立です頑張りました頑張りました、いろいろ危なかったです。はい、これぐらい、これでかいよ。はい、ごめんなさい、足立です。お疲れ様でした。そう、なんか今日はね、そうこの阪大のね、次期エースのカンちゃんに来てもらって、なんかも見てね、帰ってまた反省しような、反省会していきます、絞られていきます。でまた来月にもっと強い感じの姿見えると思うんで、はい、期待しておいてください。はい、で僕の麻雀はまあなんかやっぱ最後のオーラスですかね。あれは初ね。そう、初あれ、今日のあの状況じゃないと、うん、はい、そうですね、それ以外はリーチでしょ。そうですね、例えばまあオーラスじゃなかったら当然リーチいきますし、あとそうですね、兄弟よりもどうしても着順上で終わりたかったんで、うん、で天敗能天4000点差で以上あってひっくり返らなかったんで、まあ、初は勝負しなくても流局で最悪3着越してもいいからぐらいに僕思って初を止めました。まあ、たまたまなんかあれ当たったって、当たって、いや当たってないですね、あの後嘘手出し入ったじゃないですか。あ、はいはい、はい、そっかそっか、多分あれ見てうわって思っただろうなって思ったんですけどいやまあでも、もう初本一以降でちょうど満貫だし、そんな感じで下がるかなとか思って。そうですね、3900とか言ってもラスなんでね。ね、そう、はい、止めちゃいました。先輩後輩ですか。そうです、僕4回生でかんちゃん2回生です。はい、マジか。はい、僕22歳です、はい、そんな感じですね。これでだいぶね楽に状況になったんでね、うん、来月もはい残れるといいですね。兄弟の、ね、兄弟と直対条件、兄弟がトップで反対がラス条件がになったんでね。はい、まあ、頑張ります。天保ばっかやってるんでラス回避は自信あるんでね、大丈夫でしょうはい、それぐらいに思ってます。怖い、山越しとか怖いこと言ってる先輩いるんですよ。100万2回100万2回100万2回じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあなんかお笑いのどっち、どっちね、お笑いは。お笑い枠。お笑い枠なんですか。でも別の意味よ、お笑い枠で。社会人、真面目な方、真面目な方ちょっと先。あ、社会人変えちゃったんですか。社会人変えちゃったんで。変えちゃったんですか。はい。やっぱ社会人だから。仕事があるんですね。いや、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ああ最後彼が取り返してくれて最後、ね、先輩がちょっと失ってしまったんで最後途中までなんか魂どっか行った顔してませんでしたなんかめっちゃ緊張してて、ね、なんか途中で1回上がった時からちょっと落ち着き取り戻したんかなと思って。メホンチートイね、メホンチートイ、そうですね、あんな簡単に、あんな簡単にメホンチートイこんな出ねえだろうっていうめっちゃなんか楽しかったです。そうなんです、はい。まあ、僕売ってないんですけど、はい、彼連れてきた僕の采配がすごい。名監督だった、はい、あの一緒にいた営業の方はもう4回なんで最後のおまけみたいな。あ、なるほどなるほど。どっちが先輩なんですか、ちなみに。あ、先輩4回で僕ら1回っす。あ、なるほど。あ、確かに就職帰りとかなんですか。まあ営業あるって言われてる。あ、そうなんですか仕事行かなきゃって。まあそうですね、よろしく言っといてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また頑張ってください。お疲れ様でした。もう一個の笑い顔芸枠ですか。いいですか、顔芸枠で音を打って。あ、本当今日もお疲れ様でした。あ、まあ、とりあえず終わりましょう。とりあえず終わりますか。はい、いや、あの名本チートイチュンタンキとか、あのチュンのあの超三元とか逃したやつです。あ、チュンがやはり。それ以上にね。ちょっとチュンがあやはいすぎません、あれ。なんか打った時グニャってしたのは確かに見たんですけど、でもそれ以外でもなんかちょっとリーチ後にムスジ引いた時だけでもちょっとグニャってしてますあのね、ムスジ引いた時でまた来てんまだよって思いながらちょっとあのなんとかちょっと粘って打ってたんですけど、はいはいはい、下手に失点してしまったかなと。なるほど。あの本当チュン短期だけ本当勘弁してくださいあれはね、あれはしょうがないでしょ。あのパーピン短期逃すしチュン打つし、まあ、あんなね曲げたら出えへんから、ね、ちょっと、まあ、チームはお二人なんですか。であともう一人ちょっと来てくれたんですけど、ちょっと僕がちょっと無理やりってちょっと変わってもらいました。なるほどなるほど。チョーマさんは
やもう僕はもう特に僕も正直あんまいなかったなみたいな空気あったらね正直半チャン1回だと参加できない時もねありますからね。いやムーワンがリーチやったかなぐらい。いや本当も8000オール上がって買ったと思いましたよ。いやムーワンあのウンパソですか2差しの薬王寿さんが。あすぐウーワン出てきたやつですか、はい、そうですねあれ曲げてもよかったですね。なじゃあ次からはあれ曲げましょうか。曲げてくにゃーって曲げてね曲げてねうねねしておきましょう。まあラス引いてないでいいんじゃないかな、うん、そうですね。ソウルポイントはプラス15ですかぐらい。感覚は 今のがどれ。寛大ですね。寛大が寛大が15ぐらいですかね。15ぐらい、まあ、プラス15ぐらいなら今兄弟と65差はあるんで、まあ、トミラスを引かない限りは大丈夫でしょうというところで、はい、じゃあ次回も頑張ってください。いや頑張ります、はい、次回ちょっと顔芸できるかわからないですけど。いやすると思いますよ。すると思いますかね。すると思う。ちょっとあのチャンス取れるちょっと日にち開けときます。はい頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様でした。これで全部ですか。うん、全大学ですね。あ、はい、そこでちょっと、ね、ちょっと腐れてる人をちょっと、はい、こちらにどうぞ。どうぞ。ちょっともうスマートフォンっていうあの世界にちょっと逃げてたんですけど。小林さんの席はここだよ。ああ、そっか、そっか。現実は兄弟が今マイナス50。はい。反対がさっきマイナスやったマイナス17ぐらい、ぐらいマイナス17ですか。33ぐらいなんです。あ、33ぐらいですか。そうです、ね、プラスプラス、なるほど、楽勝じゃないですか。33やったらプラスで24変えるんでね。そうですね、プラス引くってことはもう素点の差もある程度ついてると思うんで30ぐらいは。なるほど、あとプラス条件ですね、ほぼほぼ。そうですね、でまあてか、まあ、そろそろなんか普通にちゃんと上がりたいです。1300以外上がりたいです。頑張ります。はい、ではではちょっとアンケート的なあれがあるんですか、はい、もしかして。アンケート的な。めでたい。ごめんなさい。学生のアンケート、告知をしましょう。こうやって、ツイッターとかやってんの。ああ、はい。はい。よいしょ。はい。はい、では、まあちょっと、宝くんなんか言ってください。はい、今回配信を見ていただいてありがとうございました。この配信は学生麻雀連盟という、学生麻雀の団体が主催して行っておりまして、その今回近畿の、まあ、元は7大学ですが今日は5大学に減りましたけど7大学が今仲良くやっております。まあ、こんな感じで、近畿圏なんですけど、近畿圏の大学で、麻雀したい方がいはりましたらぜひぜひ連絡をいただければ、もしかしたら、4月からはこのね配信の場で打てるかもしれませんので、ツイッターのアカウントとかはできるかな、まあまあ後ほど出すんでそちらまで連絡をいただければなと思います。この配信だけじゃなくて、合宿とかその他イベントもろもろやっておりますのでぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。では南さんも出ます。はい、アンケート取りますか。はい、じゃあアンケートです。本日の配信はいかがでしたか。すごく面白かった、面白かった、普通面白くなかった、全く面白くなかったと。はい、じゃあ薬王寿さんの今日の気分でいきましょう。5でいいですか。はい、1押しておいてください。はい、じゃあ南さん。はい、ではこれにて学生麻雀連盟近畿支部7大学対抗戦第8節の配信を終了いたします。次回はいつになりますか。3月の2週目の木曜日、第2木曜日を予定しております。はい、はい、に、準決勝と決勝が行われるんですね。はい、はい、で、はい、みんな頑張ってください。この配信は麻雀卓の製造販売メーカー株式会社法を全国の雀荘サクッと検索、雀荘検索サイト雀作ご協力のもと、学生麻雀連盟近畿支部の学生が企画運営を行っております。学生主導の配信でありますので拙い点が多々あったと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最後にアンケートを取らせていただきます。はい、じゃあ結果
本日の配信は、はい、何回やっても上手くならないですねそれ。これ結果どう見るんですか。ちょっと見づれ。いやアンケートこれですか。結果表示します。あ、そうですね。はい。ヤコウジさんが6人もおる。お僕の気分の人が 6.2% 僕の代わりになってくれたんですね僕の気持ちを分かってくれたんですね。ありがとうございます。はい、そうですね。普通以上がなんと 80% 以上と、え、90%、 92% 連対率 77% 間違いない素晴らしいですね。はい、よかったんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。パチパチパチ。感想ですか。そうですね、やっぱ振られると思ってなかったんで考えてなかったな。今日はこういう場にちょっとね参加させていただきまして大変面白かったです。でやっぱね準決勝でしたっけ今やってるのって、はい、準決勝に残ってるだけあって、はい、打ってる学生さんもね麻雀上手な方が多かったですし、特にこれお世辞でも何でもなく言うんですけど、まあ足立くんはまあ本当にできると前から思ってるんでそれはとりあえずいいです、置いといて。で野田さんが僕本当上手やなって思ったんですよ。これ別にマジなんで、だから僕次回解説来れるかどうかわからないんですけどもね、もし僕誰応援しのって言ったら野田さんって言っときますね、はい、そんぐらいですね。今日は本当いろいろ麻雀見れて面白かったです。僕の解説もねいろいろやってみてこれ直した方がいいなとかそういうのもありましたし、ちょっと次回もまたこういうところに呼んでいただけるように頑張ります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。真面目太郎さん真面目。鈴木太郎さん、それはダメだろ、はい、では次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ、またね、また来月、また来月、さよなら、おやすみ。